皆さんこんにちは、トマです。今回はこちら、ドッカンバトル実況していくんですが、僕はですね、ドッカンバトル入れたはいいんですけど、ちょっとなかなかちょっとあんまりやってないんですよ、正直なことを言うと。毎日ログインボーナスと、デイリーミッションだけをやってどうしても閉じちゃってるんですけど、めちゃくちゃ強いステージとか全然挑んでないんですよね。今回はガチ初見で強いステージを挑んでいきたいと思います。ということで、記念すべき1回はこちらの8周年アニバーサルバトル、こちらをやっていきたいと思います。マジで、やってないんで、このステージむずいって聞くんですけど、マジでちょっと、どんなのが出てくるとか、あんま全然わかってないんで、ちょっとガチ初見でいきます。ということで、いきましょう。デッキはこちらの、もう見たらわかる通り、もう、やばいっす。デッキでいきます。さ、行きましょう。では、いきましょう。さ、あ、なるほど。なるほどですね。はい。どうなんでしょうね。紫なんで、黄色が強いって言いたいんですけど、こちら全然解放しないので、まだあんまりちょっと使い道がないんで、こちらの炎で当てていきたいと思います。まあですね、僕、ドッカンバトルはやってないですよ、本当に。ちょっと、ドラゴンボール好きとしてちょっと恥ずかしいんですけど、全然こういう、あれですね、レジェンズはめちゃくちゃやってるんですよね。そう、なんて言えばいいんだろうな。ドッカンバトルは、あんまやってないです。本当に。いや、でも今回は、ゴールデンウィークガシャは、ちょっとオレンジピッコロがどうしても欲しいんで、流石は結構溜まってるんで、引けますね。よし。とりあえずやっぱこいつら強いですね。この悟空&ベジータ。やっぱもう頼りになります。てかもう、僕が持ってるキャラもうほぼ今もう、始めた、あー、惜しい。大したあんま効かないよ。全然効かないですね。親槍が出てる時点でだいぶ強い方だと思いますよ、僕も。でも、多分、環境トップって言ってもいいんじゃないですか。5周年コンビは持ってないですけど。よし。第2形態があるんでしたっけ、確か。あ、そういうのないですかね。ステージどれぐらいあるんですか。あれ、ちょっと、ん?あ、あれ?あ、なるほど。段階ごとにある感じですかね。そういう感じか。赤なんで水色が強いのか。あ、そうか。いや、こっちの方がいいか。よし。さ。なるほど。やっぱりいつ見ても、こういう技の演出がめちゃくちゃかっこいいですよね。おっとね、基本的には1回ぐらいしか見せない。僕、ドッカンバトルは本当に知識がないんで、よく順番があるじゃないですか。なんて言えばいいんだろう。あれ、なんだっけ。攻撃する順番。一番手に置いたら〇〇みたいな。そんなのもう全く分かってないんで、とりあえずもう配置はとりあえず、適当にやってるんですよ。今まで1回も負けたことないですけどね。このデッキにしてからは。そんな強いステージに挑んでないって思いますけど。とにかく、とりあえずゴールデンウィークのガシャは取るんで。そうっすね、でも今回新しくマジニアとピッコロもとても強いらしいですね。ちょっと、全くわかんないですね。何が強いかは、僕基本的に YouTube を参考にしてるんですけど、本当にわかってないんですよ。例えば、こいつ強いんだって。最初僕小鳥悟空が強いとかも全然分かってなかったんで。ということで、確かこれハステあんのかな。ハステぐらいあんのかな、分かんないんだけど。今回は4ステいきたいと思います。前編後編に分けます。さあ、行きましょう。おっと、今度は悟空&ベジータですね。こっちはどっちもいるんですけどね。さあ行きましょうか。なるほど。赤ですか。黄色がちょっと良くないですよね。これ相性が。ちょっとこれどうしようかな。こいつあんま攻撃が当たんねえから。よし、これで行こう。ちょっとあんま初手が今回良くなかったですね。よくありますよね、初手があんま良くないって。さあ、で、この悟空めちゃくちゃ避けるんで。いやー、でもあんま関係ないか。でも全属性ガードとかって、あ、持ってたっけ、こいつ。わかんないですね。さあ、相変わらずドラゴンスマッシュ。やっぱ全然入らん。属性って大事ですね、こう考えたら。
はい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 。ゆら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 。はいはいはい。ですね。お、避けた。さあ、海洋系。海洋系が多いのか。違うか。何が多いだろう。まあいいか。ご飯は持ってないですよね。唯一8周年のやつで。さあさあ。この、悟空&ベジータ、昔最強額やったらしいですよ。7周年の。そこら辺も、やっぱどうしても知りたい。いや、どうだろう。やっぱちょっと食らいますよね。でも7万程度だったら大丈夫。ですね。こっちの方がいいな。はい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 。こっちの。で、紫が落ちてきて、3個いけると。はいはい。なるほど。いいダメージですね。このキャラ確定で3回ぐらい攻撃するのかな。そうでもないか。どうなんだろう。なるほどね。めっちゃ避けますね、このキャラ。さすが悟空&ベジータですね。はい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 。いいっすね。はいはい。いいですね。さ、ラストはベジータお前だ。か、さ、俺は、どんな、まあ、いいわ。水色か。水色だと確か、もう何の属性が強いかと思うんですね。あ、緑は僕、属性で唯一入ってないですよ。今回この悟空まで一回も活躍しないんで、活躍させてあげましょうか。ほんじゃ、一応やってみっか。で、行きましょう。さあ。はいはいはい。この悟空&ベジータも本当に元気玉。このシーンは本当に好きです。これ、レジェンズでもこのキャラ当てたいんで、もう。なんか今関係なしにこのやつは狙いまくってるんで当たってほしいですね。はい。さあ、ということでなかなか結構いいダメージが入ってるんじゃないか。はいはいはい。おお。なるほど。いやでもこの3体がこれ3回確実に必殺当たってめちゃくちゃ強いな。冷静に考えたら。冷静に考えても強いか。お、相手も必殺当たってきたぞ。じゃあどれぐらい食らうのか。さすが全然食らないですね。さあ、再び悟空の、ゴッド悟空マジでかっこいいっすよ。悟空の形態だったら一番はまあ、苦手の悟空、今、刻みじゃねえ。兆しか。兆しが好きなんですけど、二番目ゴッドかブルース、ね、本当に。はい。まあ、スーパーセンジンももちろん好きなんですけどね。はい。まあ、でもやっぱ悟空はかっこいいっすよね、本当に。ドラゴンボールのキャラで一番好きなのは、ちなみにターレスです。ここ悟空じゃないんかいって思うけど、なんかダークな悟空がめっちゃ好きなんですよね。ひざまずけみたいな、こんな感じの。なんだろう、例えば悟空ブラックもめっちゃ好きですし。さあ、ということで、いやもうバトスタ実況とか撮りたいんですけど、あーじゃあ何にも考えないでちょっとまあいいか。いやーとにかくなんか、いやでもなんか久しやっぱドラゴンボールドッカーバトルも久しぶりとめっちゃ楽しい。この楽しみが大事、楽しみが大事というか、まあなんか、忙しくてできなかったけど、やっぱ、やると楽しいっすね。めっちゃ追撃するやん、このトランクス。いつかでもこういうキャラの、ね、環境が消えるのが怖いっすよ、ね、今はめっちゃ強いですけど。そういうのが本当にあるらしいんでね。はいはいはい、着きました。あと俺今は気づいたけど、1周年がジャネンバと、ゴジータだったってことか。最初全然わかんなかった。やべ、にわかすぎるだろ。まあ、ということで、まあ、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね。